ウパニシャッドは、サンスクリットで書かれたベーダの関連書物。一般には、奥義書と訳される。約200以上ある書物の総称である。各ウパニシャッドは、仏教以前から存在したものから、16世紀に作られたものまであり、成立時期もまちまちである。もっとも、ウパニシャッドの最も独創的要素は、 仏教後期以前に属するので、その中心思想は遅くとも、西暦前7世紀ない姉妹6世紀に遡る。ウッパニシャッドの語源について、近くに雑すと取るのが一般的である。それが、悲義悲節といった意味になり、現在のような文献の総称として用いられるようになったと広く考えられている。 後世の作である、ムクティーカー・ウパニシャッドにおいて108のウパニシャッドが、列記されていることから、108のウパニシャッドが、伝統的に認められてきた。その中でも十数点の古い時代に成立したものを、特にフルーパニシャッドと呼ぶ。多くのコウパニシャッドは、紀元前500年以前に成立し、ゴータマブッダ以前に成立したものと、ゴータマブッダ以後に成立したものとある。 コウパニシャッドは、バラモン教の教典ベーダの最後の部分に属し、ベーダアンタとも言われる。ウッパニシャッドの中心は、ブラフマンとアートマンの本質的一致の思想である。ただし、宇宙我は個人我の総和ではなく、自ら情報不変に現存しつつ、しかも無数の個人我として現れるものと考えられたとされる。成立時期によって、以下に分類される。 初期中期高級パニシャッド哲学は古代インドの高級ベーダ時代の文献、ウッパニシャッドに基づく哲学である。バラモン教が形式的になり、バラモンが単に祭祀を司る役割だけになっていることを批判し、内面的な施策を重視し真理の探求を進める動きが出てきた。それがウッパニシャッド哲学であり、ベーダの本来の姿である宇宙の根元について真摯。 普遍的な真実、不滅なものを追求した。ウパニシャッド哲学によると、宇宙の根源であるブラフマンと人間の本質であるアートマンとを考え、この両者が究極的に同一であることを認識することが、真理の把握であり、その真理を知覚することによって、輪廻の行、すなわち一切の苦悩を逃れて、下脱に達することができると考えている。後期ベーダ時代に現れた、 この内面的施策の重視と、ゴー、リンネの死生観は、次の時代に、バラモン教に対抗する二つの宗教を誕生させた。ありがとうございます。